い、ちょっと今緊急でね、動画回してるんですけど、須田弘樹、メジャーのね、ファスティング。はい、ファスティングを球団から容認されたと。まあ、いうことで、まあ、今年中のね、移籍が、確立されました。いや、正直ロッテが OK するとは思ってなかったですね。はい。いや、これ結構衝撃じゃない。ちょっと今、で先にいるんで、まあ、奇跡的にこのサングラス持ってたんでね。はい。ちょっと千葉山感は、ちょっとだけ出てるかと思うんですけど。いやー、ただね、これ25歳以下なんで、マイナー契約ですね。だからロッテには、お金が入らないと、あんまり。なんでまあ、得をするのは佐々木朗希だけと。はい。まあ、マイナー契約とは言ってもね、こう、実質、まあ、やっぱり朗希のね、ポテンシャルから言ったら、メジャー契約してるかのような扱いを受けると思うんで、まあ、実質メジャー契約ですね。はい。扱い的にもね。だからマイナー契約だろうがなんだろうがね、実力があったら、上には上がれるじゃないですか。で、佐々木朗希はもう上に上がるポテンシャルは正直あるんですよ。だからまあ、ロッテがめっちゃ損したなっていう。はい。まあ、第一印象はそんな感じですね。はい。ほんで、あとね、彼1年間守ったことないんですよ、ローテを。はい。だからその体面というか、ついていけるんかな、メジャーにっていう。その不安はちょっとやっぱありますよね。まあ、そのポテンシャルはもちろんね、あると思うんですよ。メジャーでも絶対通用すると思うし、正直日本のこのバッター見てて、パリーグで、ストレートとフォーク。はい、もう、見分けつけられてないですよね。だからあんだけ空振りするし、三振するし、結構もう、無双にはしてると思うんですよ。ただ、1年間、こう、無双をし続けたら、みたいな。山本由伸とかと比べたときに、やっぱりその1年間、こう、ちゃんと活躍できるっていうね、そういう保証はないんじゃないかなっていう。はい。そこが唯一の不安ですよね。まあ、正直無理やろ。1年間、フルでは多分回らないと思うな、メジャーでも。はい。メジャーでも多分どっかのタイミングで離脱すると思います、彼は。正直出来上がってはないよね。だからなんか、僕的にはまだ早いんちゃうかなっていう。その25歳ルールとか、ロッテに金が入らないかとかそういうんじゃなくて、単純に身体的な面で、はい。まだ日本にいた方がいいんちゃうっていう。はい。日本でしっかり1年間、ローテを持ってからね、はい、移籍したらいいんじゃないかなっていう。まだ、だからそのメジャーで戦うための、なんかこう、道具がちゃんと全部揃ってないんじゃないかなって思いますね。はっきり言うて。やっぱりそこは、そこは正直思っちゃうね。ポテンシャルはあるけどさ、なんか、そのロッテを優勝させてないとか、タイトル取ってないとか、そこはどうでもよくて、単純にその体力的にというか、ついていけないんじゃないっていう。はい。だって日本でも無理なんでしょ。それでメジャーでね、中5日とか4日とか当たり前の中で、160何試合。はい。1年間フルで回るかなっていう。いろいろ食生活とかね、海外なんで、いろんな環境変わるって面で、ストレスとかもかかってくると思うんですよね。特にアメリカね、僕もマイアミ WBC に行ったんでわかるんですけど、まあ、ハンバーガーとかが主流なんですよね。やっぱスパゲッティとか。ってなった中で、まあ、日本食、米っていうのはなかなかね、メジャーリーグの環境あったらあるのか出てくるのかもしれないんですけど、まあ、やっぱり日本のレベルのね、ものは出てこないと思うんですよね。はい。その後時に、そういった面も含めてね、1年間しっかり守り抜けるのかという、そこは正直、って感じですね。実力はあるんで、本当にもう、抑えられると思いますよ。はい。バッター、メジャーのバッターをね、1年間持つかなっていうね。正直、故障者リストに入るのが、目に見えてるなっていう、はい。そんな感じですね。まあ、ちょっと出先なんでね、はい。まあ、この5分ぐらいしかちょっと喋ってないですけど、あとまあこれ、多分、今からちょうどタイミーで居酒屋のバイト行ってくるんで、多分動画上がってるのは多分、今日の深夜12時ぐらい。はい。なってると思いますけども。今現在時刻は16時です。皆さんは、どう思いますか？ロッキー！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 パン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 、俺たちの誇り！佐々木朗希、何も恐れずにメジャー行ってこい、俺たちの誇り、千葉ロッテマリーンズ、佐々木朗希を送り出そう、俺たちの誇り、佐々木朗希、何も恐れずに海を越えよう、声を届けよう、佐々木朗希、共に戦うのさ、勝利だけを信じ、声を届けよう、朗希、メジャーへ行っても頑張ってくれよ、千葉の誇りを、無理に頑張れー。
イヤの声無視して最高燃え上がれ、いつまでもどこまでも俺たちは味方さ、佐々木朗希じゃあ行ってこい、レッツゴー佐々木朗希、ララララララ、メジャーで頑張れ千葉のスターよ、レッツゴー千葉マリーンズ、応援しようぜ佐々木朗希を送り出そうぜ、レッツゴー佐々木朗希、ララララララ、世界を代表するピッチャーになれよ、俺たちの朗希、一球に全て込めて不屈の闘志を見せてくれ、千葉の誇り胸に、佐々木朗希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 、メジャーへ羽ばたけ、ローキー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 、バララババララバ、ローキーホームラン、バララババララバ、ローキーホームラン、バララババララバ、ローキーホームラン、バララババララ、ローキーホームラン、うー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 う